どうもどうもどうもアベタツ TV のアベタツですボーリング系の動画を上げたりガジェット系の動画を上げたりエンタメ系の動画を上げたりしております、えー、今日の放送の提供はサ度の飯よりプロテイン好き今後哲司さんの、えー、提供でお送りいたしますありがとうございます、えー、今日はですね、えー、まあ、こういった形でまあ、動画をちょっと出すのは初めてなんですけれども、えー、まあ、テーマはですね まあ、タイトルにもある通りなんですが、えー、6月の8日に「まあ、〇〇が起こるよ」というテーマでお話をしていくんですけれどもまあ結論から言うとですね、まあ、6月の8日にですね、えー、スポーツマンナンバーワン決定戦レジェンドという番組が、まあ、やりますよというものなんですけれども、まあ、それに伴ってですねまた、まあ、そういったあのスポーツマンナンバーワン決定戦大好きな人たちが、まあ、ざわつくよ ってもうすでに椅子が泡いてはいるんですがまあさらにねその放送後にですねまた盛り上がるんではないかという、えー、内容となっておりますこれね正直ちょっとね話そうか話さないか悩んだんですけれどもちょっとねどうしても話したいということでちょっと話させていただきましたでですねこのスポーツのナンバーワン決定戦なんですけれども まかれこれですねもう本当にもう20年以上前からまあ、やっている番組まあ、やっていた番組ですねえー、まあちょっと放送初期のちょっと年、ね、齢忘れてしまったんですが僕がちょうど、まあ、初めて見た年はおそらく多分1999年とかそこら辺だったと思うんですけどあのですね、まあ、その番組自体はちょっと知らない人のために軽くちょっと説明すると あのですねスポーツマンナンバーワテ決定戦っていうのは、えーまあ、各ね、えー、スポーツの、まあ、めちゃめちゃすごい人たちが、まあ、集まってですね、まあ、野球やらサッカーやらバスケやらバレエやら、えー、あとは陸上とか、えー、ボクシングとか、まあ、そういったねあ,のあと大相撲とか、まあ、いろいろなもうあの、まあ、種類のスポーツの頂点に立つ人たちが集まって。 えー、まあ一つの競技まあいろいろまあ複数あるんですけれどもいろいろな競技に挑んでまあ誰が一番強いんだっていうのを決めるっていう、えー、そういった番組でしてまあスポーツ番組ですね簡単に言うとでそちらの番組をまあ僕見まして最初めちゃめちゃなんかその興奮しちゃったんですよ <laughs> その別になんかそういうそういうなんか興奮じゃないですよなんかすごい何かこうなんつうんでしょう あのサッカーの試合とか野球の試合見てる感じの興奮ですね。なんかすごいんですよ、なんか。なんかすごいんですよ。で、当時1999年とかなんで、で、僕今29歳なので、まあ、本当にもうね、小学校とか、そのぐらいの年代に見て、こう、まあ、興奮したんですけど、大体その年齢の頃ってさ、 なウルトラマンとか特撮系とかそういったまあアニメとかそういったのにすごい燃えると思いますもちろんあの私はあの仮面ライダー、まあ、特撮仮面ライダーが主になんですけどもあのそういったのもすく切りではいたんですがなんですがなぜかその「スポーツマンナンパ決定戦」っていう番組にすごいハマってしまいまして。 でまあ、その中でもねやはりあの知ってる人は、まあ、知ってると思うんですけれどもケイン小杉さんがですねめちゃめちゃすごくてですねあの芸能人で芸能人でですよその各界のアスリートたちのトップアスリートたちとまともに戦って1位になっちゃうんですから <laughs> まあ1位になったとしても過去何回かのうちの1回なんですけれどもただ これすごいことで本当にすごいことで芸能人俳優がですよ俳優がそのスポーツを、まあ、仕事としている人たちよりもすごいという、まあ、結局のところ、まあ、総合力を試される番組なので、まあ、何か一つが突出してるだけじゃダメなんですけれども、まあ、とはいえ、まあ、そのスポーツを まあ仕事としている人たちはもうスポーツがメインなので、まあ、ある程度の,その総合力っていうのは大体あるじゃないですかにもかかわらずですよその俳優のケイン小杉さんが1位になっちゃうっていうっていうのもすごいんですけれどもあとはねなんだろうそのすごいんですよとにかく。 そうだから本当番組の宣伝になっちゃうんですけどあのぜひね見たことない方はねぜひあの見てみてください本当にあの、まあ、おそらくなんですがあの当時の,の2002年の大会の模様などを、まあ、おそらくこうプレイバックする形で見たりですとか、まあ、各競技の歴史などをちょっと振り返るようなこうテイストの番組になってると思うんですけれども。 まあ、ぜひちょっと見ていただきたいなというところでございますね。であのーまあ、ちょっとケイン小杉さんのことばっかり言ってるんですけれども実はあの番組ですね芸能人だけのこう集まって芸能人の中で誰が強いんだっていうパターン番組もあるんですよ芸能人サバイバルバトルっていう、あのー、放送もあ,るあったんですよ。でこれはですねまあ 色々なこう、まあ、旬の俳優さんだったりタレントさんだったりとか、まあ、当時ですね、まあ、無名だったんですけどあのそのスポーツを得意とするタレントさんだったり俳優さんたちとかがこう集まって、まあ、誰が一番になるんだっていう会もあったんですね。で当時ですねいろいろこう出てたんですけれどもあの昔「あの王様のブランチ」の こうメ,インメインパーソナリティ的な存在さあの誰だっけ名前忘れちゃったけどあの渡部さんの1個前の人も当時出てたりとかあとはですねあの平成のカメラで第1号として出てたあの小田切長さんもですねあのそのカメラ映の放送後の、まあ、2001年の大会にですね実は出ているんですね。 でそれもですねあの実際その TBS の,の,あのこ今夜今夜じゃないや、えー、と8日に放送されるところにもちょろっちらっとねあの YouTube の方にも動画上がってはいるんですがそうめちゃめちゃね当時えこんな人出てたのっていうようなあの人たちも実は出てたりしていて結構見応えがある番組なんですよ。そう。 な,んですよ <laughs> なのであの俺ちゃんと喋れてないんだけど今日 <laughs> ちゃんと喋れてないんですがいやこれはですね本当にあの結局のところ何が言いたいかっていうと あのその番組ぜひ見てくださいと、まあ、先ほども言いましたけれども番組を見てくださいということでございます。ま,あ、まとめるとですね、えーまあ、6月の8日にスポーツマンナンバー決定戦がまたやるよということとあとそれに伴ってもともとね昔からこう好いていた人たちがまた盛り上がるということとあとはまあぜひ。 見たことない方見たことない世代の方は是非ちょっと一回見てみてくださいということでございますはいあのこの番組がですね発祥となってあの有名 YouTuber の方が鳥い箱飛んでたりとかしてるんで、まあ、そこのね元祖が見れるっていうことでもありますので是非、まあ、ねあのちびっ子の方とかあとはまあねあの若い世代の方たちとかも見たことないと思いますので是非ちょっと見てみてください というわけで、えー、今日はですね、えー、6月8日にマニマリが起こるというテーマでお話をさせていただきました。えー、まあ、ちょっとこういった形の放送でちょっとあのいろいろなコメントがあると思いますが、えー、もし少しでもいいなと思ったらあの高評価やチャンネル登録していただけるとありがたいと思います。 でですね私こちらのチャンネルとは別で、えー、ゲームのチャンネルもやっておりますそちらにですねその筋肉番付スポーツマンナンバー決定戦のゲームっていうのが存在してましてそれのゲームをやった動画とかも上がってますので是非、えー、そちらも見てみてください、えー、というわけで今日の放送は以上となります素敵な一日をお送りくださいじゃあまたね